起きてる？電話よ。もしもし、俺、どちら様？おはよう、ケイチ君。お寝坊さんだね、だね。レナか。こんな朝っぱらから何の用だよ。朝っぱらってことはないと思うな。もうお昼だよ。で、なんか用か？ちょっと待ってね。今みーちゃんに代わるよ。グッドモーニング、けいちゃん。日本語で言うならおはようけいちゃんってとこかな。ついでに中国語とドイツ語とロシア語でも言ってみろ。ニハオけいちゃん。グーテンモルゲンけいちゃん。ロシア語？ダズビダーニャ。知るわけないでしょ。まあいいや、バカな話してたら目が覚めた。そりゃ結構なことでさ、ケイちゃん今日暇？ケイちゃんが大丈夫なら全員揃うんだけどな。そうだよ、まあ普段の激戦を思えば休日くらいのどかに。そりゃ甘いよケイちゃん。へいへい、あらゆる環境に対応して最善手を模索するのが、つまり休日だろうとお構い。おお、ケイちゃんも我が部のことが分かってきたね。でどう？これさ、嫌だって言ったら不先輩扱いでどんな罰ゲームを課せられる。そこまで分かってるなら断る。もし OK ならいつもの待ち合わせ場所に1に集合。町駅から自転車で来てね。私、おとといの赤杯かなり根に持ってるからね。今日ははっきり言って負けないよ。Thank you.
上等だ。おととい同様、一気に畳んで罰ゲームさせてやるぜ。せいぜい自分がやらされても辛くない内容にしとくんだな。そうこなくちゃ、つぶしがいがないもんね。あら、ケイチ、上機嫌みたいね。お出かけ？そんなとこ。俺、みんなと町に遊びに行ってくるから。行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。You have... ヘイヘイ、ちゃんと帰ってくるって。ああ、待たせたな。あれ、サトコとリカちゃんは？あの二人はここで待ち合わせるより直接街で合流した方が早いよ。そうそう、街で部活ってどういうことだよ。まさかみんなで覆面をして日が暮れるまでに行く。別にそれでも、それでも私は負けないけどね。みーちゃんってね、なぜか現金輸送車の順路とか時間とかをいつもレナに教えてくれるんだよ。なんでだろうね、なんでだろうね。マジかよ、ミオン。レナ、まだ何言ってんの。おい、二人とも、ザトコとリカちゃんが先に待ってるんだろ。じゃれてないで早く行こうぜ。そうだね、じゃあ行こっか。目標は10億強奪。山分けしたらみんなで高飛びだぜ。
こっち側は来るの初めてだな。こっちにはね、ゲームセンターとかおもちゃ屋さんとかが、みーちゃんが詳しいよ。ゲーセンも、俺、前は結構通ってたからな。ゲーマーの血がうずくぜ。ゲーセン通いなんて、ケイちゃん不良だね。今度来た時に案内してあげるよ。結構台数を揃えたいい店があるから。ひょっとしてあの店で今日。そのと、優勝賞金は5、なんだよそれ、ケイチ王国の5年分の GNP に匹敵するぞ。皆様方、お待ちしてましたよ。おはようございますなのです。おう、おはよう、リカちゃん。さあとこ、警察が来る前にケリをつけるぞ。目標は10億強奪だ。あ、ケイチさんの話が分かりませんわ。遅くなったかな。リカちゃんたちは今来たの？今日は早く終わったのでだいぶ待ってましたですよ。そりゃ悪いことしたわ。こっちはケイちゃんがなかなか来なくてさ。ケイチでは仕方ありませんですよ。もちろん、ケイチさんでなくては務まらない大役です。実に嫌な大役。こんなので丸く収まると思ったら大間違いだぞ。ケイチさんがぶったケイチにいじめられてかわいそかわいそです。サトコちゃん泣いてる泣いてる。お持ち帰り。悪い人はレナお姉ちゃんがやっつけてあげるからね。うむ、やっぱりこれが正しい。ま、前歯が欠ける前に新しいオチを探した方がいいと思うけどね。みーちゃんはこのおもちゃ屋さんの常連なの。だから友達もすっごく多いの。おもちゃ屋の常連って何なんだ？ほら、ケイチさん、奥をご覧なさいませ。まさかこれって。驚いたかい、ケイちゃん。私この店のおじさんと仲良しでね、たまに客寄せイベントってことでゲーム大会を開かせてもらってるんだよ。じゃあ試しに言うぞ。せーの。ね、ケイちゃん、今日は楽しめそうでしょ。まあな、ライバルが何人増えようが
狙うものに変わりはないさ。ライバル？はぁ、ケイちゃん、クジラが水を飲むとき、今飲んだ水の中に何匹シラスが混じっていたか、いちいち数えてると思う？本気なのは私だけじゃないよ。ほら、リカちゃんを見てごらんよ。なんだありゃ。僕も頑張るのですよ。ファイト、オーなのです。ファイト、オー。きゃ、今日は楽しくなりそうだね。頑張るよ。はうわ。ミオンめ、恥も外聞も捨てるくらいに本気だな。ケイチさん知らない？賞金の5万円、ミオンさんの自腹でしてんよ。ん？何？ケイちゃん。あたしの顔に何かついてる？最高の面白くなってきやがったぜ。もちろん一番戦いたくないのはミオンさんですけどね。何度か部活で奴と視線をくぐったが、今日ほどヤバいと思う日はないぜ。ミオンさん、一昨日のポーカーで負けたの相当根に持ってるみたいでしたよ。らしいな。つまり今日はミオンの復讐のための
特設部隊ってわけだ。私とケイチさんがなんとなく置いてきぼりですわね。いかがでございます。なんでしたらスマートに。そうし、俺もエンジンがかかるまで鳴らしようし。そんなに俺を初戦で消したいかよ。殺気が隠せてないぜ。あら残念ですわね。ケイチさんにしてはなかなか慎重でしたよ。あはははは。競技方法なんだけど、これは各卓で好きに決めていいよ。このお店にあるゲームなら何を使っても OK。 ミオン、質問いいか。みんな自分の得意ゲームを主張して決まらないんじゃねえのか。始められないね。紳士的に決めてほしいけど、そういう時は店のマスターが決めるってのでいい？
分かってると思うけど、部活メンバーには一般参加者とは別に罰ゲームがつくからね。そんなこと、内容は何だ。勝者が敗者一人一人に一個命令。敗者一人一人に命令、つまりビリでなくても罰ゲームってことだな。そういうこと。勝者がない場合は部活メンバーが全員途中で脱落した。ケイちゃん、脳みそは元気な、何？我が部の再生鋭がどう間違ったらこんなひよこども相手に負けるってんの。ケイちゃん、初戦で消えて私に恥かかさないでよ。見てろ、ただミオンにいじめられてたわけじゃないってことを見せてやるぜ。会おうね、決勝で。あれ、お前ら学校のクラスメイトだよな。あ、どうも、富田です。彼は岡村です。決めて始めてちょうだい。悪いな、どれも知らないゲーム、もっと知名度の高いやつにしてくれ。これなら俺も知ってるよ、二人も知ってるよな。ルーレットを回してゴールを目指す。最後に精算して一番お金を持ってるやつが勝ちだ。
産、死、出産祝いをもらう。全員から5000ドルもらう。悪いね。1、2、3、4、5、6、7。ボーナス。銀行から10万ドルもらう。1、2、出世コースに進む。じゃあ読みますよ。犬も歩けばくたびれる。決まったね。かわいいかわいい。レナ、勝ってもこのカルタちゃんと買うよ。お持ち帰り。ハウ。工場、悪いけど僕も優勝賞金を狙って。悪く思うなよ。ふん、決まったな。え、そんな。確かにここはハートのエース。そんな勝負はまだつきません。センスないですわね。やるじゃん。ハートのエースなんておしゃれな罠をかけやがって。相手を仕留める罠は本音。それも一個で十分ですよ。Thank you.
ましたですよ。うまっ、リカちゃんうまいよ。おっとっと、また釣られちゃったよ。リカちゃんはうまいな。リカちゃんの圧勝だよ、圧勝だよ。リカちゃんお魚釣りうまいんだね。リカちゃんが釣ってるのは多分魚じゃないと思うな。リカにしかできない、リカだから許される大技ですわね。前原さんの番ですよ。ああ、そ、俺の番か。1、脱税の追徴か5万ドル支払う。8万ちょいくらいかな。富田はどれくらいお金持ちですか？うん、僕は88万ドル。まだまだ逆転できる位置だね。で、ケイちゃんはいくら持ってんの？仕方ねえだろ。このゲーム、ルーレット回す以外に何も作戦がないんだぜ。イカ様があるとしたらなんだよ。二人に目をつぶって100数えてもらって、その隙にルーレットに細工でもするのか。そんなのできるわけねえだろ。ブー様ですわね。一度は好敵士と思ったのに幻滅でしたよ。投げちゃダメだよケイチ子、何か逆転があるはずだよ。頑張ろう、最後まで頑張ろう。おい、いや、失望したよ。みんな本気なのにケイちゃんだけは本気になってくれなかったね。本気ってなんだよ。気合でルーレットの目をコントロールしろってのかよ。そんなのできるかよ。本気のケイちゃんならそのゲームでも開始10秒でケリをつけてたね。兄ちゃん待ってよ。ゲーム進めます？前原くんは投了でいいかな。富田くん、岡村くん、取引しよう。俺を勝たせろ。な、前原さん、暴力はなしです。ちゃんとゲームで勝敗を。話は最後まで聞け。お前らの望みは何だ？優勝して5万円か？そりゃそうですよ。5万なんて大金、二度とないチャンスですよ。仮に優勝したとして、お前らその5万で何をする？どんな楽しみ方をする？新しいゲーム買うとか、お菓子とか、ジュースとか。小せえ小せえ、バカだお前ら。じゃあ、前原さんが買ったら、どんな楽しみ方があるって言うんですか？俺か？そこが本題。今から言うことを黙って聞け。まず富田君、君は里子萌えだよな。
否定すんな。そして岡村君、君はリカ萌えだな。赤くなるな。美少女萌え。この推薦男のロマン。例えるなら永遠にたどり着けないエデンの園。だけど目指すんだろ。それは俺たちのハートに熱い魂が燃えよと叫ぶからだ。俺が優勝したらと、佐都子を一日、首輪付きで君の妹にしてあげよう。そして岡村、君には猫耳リカちゃんに手綱をつけてお散歩させてあげよう。どうぞ、そんなこと。うるさいるぞ。お前たちは俺に無理やり付き合わされたことにすれ、前原先輩のわがままの犠牲者なだけ。いやいやでいいんだよ、わかってる。お前たちの胸の内は全部わかってる。俺は灰色の学校生、それがどんなにつまらなく人生だから、後輩のお前たちにはそんな時間を過ごしてほしくないんだよ。自分に素直になれ、夢を追え、そして叶えろ。俺が叶えてやる。じゃあ、いいな。行くぞ。せーの。ゲーム終了！ケイチさん、どうなりました？勝敗は？俺の完全勝利だ。なんですって？あの状況、どうやってひっくり返しましたの？家庭なんか必要ないよな。男と男の決着だよな。ああ、みんな！うわーっす！
これが俺の本気ってことだよ。見よう。おせえってな。じゃあこれで部活メンバーが全員一回戦突破ですわね。ということは今度はみんなで対決だね。対決だね。僕はもう賞金で買うものを決めていますです。もちろんですわね。ミオン、失敗だったな。お前はさっき俺に助言すべきじゃなかったぜ。私に勝つなんて100万光年早いって。ミオ、光年は距離の単位だぞ。どうするの、ミーちゃん。5人でどう戦うのかな。このさあ、これだけ豪華な面々が揃ったの。今日という日を急ぐのが惜しいよ。ミーの言ってる意味が難しい。まさか、てめえ。今日の勝負を部長園崎美音が預からせ、勝負方法とに、ギャラリーは大、雛見沢も沖の宮も、すべての人間の目の前、これ以上ないくらい徹底的な決着をつけ、逃げる気ですの。いくらミオさんでも卑怯ですことよ。生かされたことにまだ気づかんか。また会いましょう。せいぜい首でも洗っとくことね。ミオンなんざ逆さにしてサンズの川に叩き込んでやるぜ。逃げるな、ミオン。部長なら逃げるな。俺と戦え。あ、ごめん、ケイちゃん。私これからバイト。くんがゲームしてる間に、み、残念だね。せっかく暑くなってきたのに、ついてないよ。
おじさんの店。おじさんってなんだ、スーパーの店長でもやってんのか。ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するの常識で読めないのかね。店員足りないのに卵一パックお一人様一点限り10円なんてやるな。私か、頭、特にケイちゃん、怖かった。あの場で本当に噛み殺されるんじゃないかって思って。お仕事だから仕方ないけど、本当に残念だね。この続き、本当にやりたいですわね。いつがいいでございましょう。綿流しのお祭りでやるのなんていいですよ。綿流し祭五強爆投か。そうだね、考えておくかな。私、週刊漫画みたいないい加減、こんな痛快な部活が近いうちにまたできるといいね。今日はみんな、おかげでイベントは大盛り、大したものじゃないけど、これ。あ、よし、私にはないの？おなちん。あら、かわいいのが出てきましたわよ。わあ、これかわいい。お持ち帰りしていいの？本当に？ってことは、俺のもかな？お、なんだか、やたらかわいいのが出てきたぞ。
ゃんには一番似合わないのが出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうか、キュートっていうか。可愛いのは認めるんだが、着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日からアレな趣味の人扱いだね。うん。保身のためだよ。レナにあげないと夜道が怖い。違いない違いない。ミオンにあげようかと思ったけどちょっと違うよな。へへへへ、分かってるじゃない。私さ、どうして男に生まれなかったのかなって思う時あるよ。女でよかったな。男だったらもうとっくに殺してる。今のうちに殺しといた方がいいよ。じゃないとケイちゃん死んで後悔することになるから。来世では神様に男にしてもらえるように頼めよ。俺も男にしてもらうから。そしたらケイちゃんと組んで軽く全国制覇から始めようかね。今日は最高に楽しかった。またね、みんな。明日は学校で。バイト遅刻すんなよ。もうちょっと街で遊んでいく？それとも帰るかな？暗くなると道が怖いですよ。では、引き上げ時ですわね。今日は本当にいっぱい騒ぎました。そうだな。よっしゃ、帰ろうぜ。そうそう、レナさん圧勝でございましたわね。レナがああなっちゃ悪いけど誰にも勝ち目はないな。だってすごい可愛いカルタだったんだもの。ほら買っちゃったんだよ。はう。リカも相変わらずですわ。理科にかかれば男どもなんて赤子の手をひねるようなものですわね。楽勝だったのです。どこまで計算づくで、どこまでが理科ちゃんの行く末が実に怖いな。さとこちゃんだってすごかったね。は大盛り上がりだったよ。褒められるようなゲームではありませんでしたよ。
圭一も最後はとうとう牙を剥きましたです。ん？まあな。俺は追い詰められてからが強い男なんだ。富田さんたちなんだかすっごく応援してましたけど、何ですかしらね。富田と岡村に何か約束してま、きっと内緒話なのですよ。内緒話はぁ、なんだろうね、なんだろうね。男には時に戦いを通じてしか、ハハハハ。綺麗でございますわよ。さ、急に。なんだなんだ。じゃあ今日の部、いや申し訳ない。そんなに部活がやりたかったらおじさん抜きでやってもいいけど。部活ロッカーにゲームが、どれか適当に選んで。やめとく。俺がいじったらロッカーの中身がドサドサって溢れてきそうな気がするよ。そうだね。素人は手を出さない方が無難かもしれない。ミー、先生が体育倉庫の鍵を探してま、心当たりはありませんですか？あれ、私職員室に返せなかったっけ？ほら、やっぱりミオンさんですのよ。私絶対絶対絶対そうだと確信してたでございますわ。僕も大正解なのですよ。さとこと一緒に大正解なのです。やかましい。あ、そうだ、今日はミオン、バイトがあるから、部活は。あら、そうなんですね。それ、ミミオンってバイトをやってるんだよな。あいつ、一体何のバイトをしてるんだ？別に。決まったお店でお勤め。決まってないってことは、じゃあ日雇いってことなのか？ミオさんはおじさんの店にお休みが出たりすると応援に駆けつける便利屋さんなんだそうですわ。ああ、なるほどな。そういえば前にも聞いたことがある。お店を持ってるおじさんがいっぱいいるので、ミーは引っ張りだこなのです。ご存知ありませんの？沖ノ宮にはミオンさんの親戚の方がやってるお店って結構いっぱいあり。へえ、それは知らなかった。そんなにいろいろあるのか？ええ、パン屋さんとか八百屋さんとかラーメン屋さんとか、他にもまだまだ。あの部活をやったおもちゃ屋さんもそうなんですよ。ミオンの一族って何気に詳細があるんじゃないのか？他にも金融業とか不動産業とかアパレル産業とかアミューズメント産業とか。
いろいろやってると言ってますです。あいつに物を借りると妙に返却期限にうるさいのは金融業者さんの血が流れてるからか。納得納得。ミーに100億長者ゲームを借りたことをコロリと忘れてしまったら、リアルで100億長者ゲームをプレイさせたるどと凄まれましたのです。リアルに100億長者ゲームをプレイなんてなかなかに愉快そうですわね。なぜ撫でられるんですの？さとこはいい子さんですから、なでなでなのです。午後の授業ってさ、どうしてこう眠いんだろうね。眠いことに医学的説明が。話してもいいが、もっと眠くなるぞ。ああ、堪忍して。ほら、みーちゃんは委員長さんなんだから、もっと頑張らないと。寝ちゃダメだよ。私さ、クラス委員長じゃなくて、水泳部の部長がいいんだよ。いっぱい寝れるから。ほう？してその心は？水泳部なだけに、睡眠、グー、なんちゃって。お後がよろしいようで、今日はこれくらいにしましょう。委員長、号令。起立！気をつけ！そうだね。今日は何をしようかね。ねえみーちゃん、今日は昨日のイベントの続きにはならないの？そうそう、そうですわ。あれだけ大盛り上がりして尻切れトンボでは納得がいきます。まあまあ、気持ちはわかるけど、放課後の教室なんてしみったれたロケーションじゃなくて、もっと晴れの舞台。俺はいつでもいいけどな。決勝戦は後輩たちも立ち会わせる約束になってるんだ。あらかじめ日取りを決めてほしいぜ。いないかな。手は抜けないけど、レナの優勝、俺が祈ってるぜ。ケイチ君、それどういう、はあ、
レナ殺しの圭一なのです。でもそのレナはサトコやリカちゃんキラーなわけでしょ。確かにレナさんには勝てないかもしれませんけど、私たちは圭一さんには負けませんでした。なんだか面白い相関図だな。俺たちの強さってじゃんけんみたいに相性があるわけだ。でもそれミオンが抜けてるな。当たり前でしょ。私相性なんか関係なく誰にでも負けないし。ぼちぼち始めようかね。うん。それでみーちゃん、今日は何をやるのかな、かな。今日はさ、ちょっとシンプルに言ってみようかね。大道具を使ったゲームばかりってのも大味で良くないでしょ。どんなゲームでもみんなでやれば大盛り上がりしますです。うん、そうだね、そうだね。私は楽しくないですわ。草むしりなんか。あ、やっぱりか。っていうかさとこ、人の表情見て考えを読むのはやめろ。圭一くんは顔に考えてる子すぐ分かっちゃうんだよ。はい、みんな傾聴傾聴。ルールを説明するよ。今日のゲームは割とパーティーゲームでシンパシーって言うんだけど、聞いたことある人いる？みーちゃん、お題目を決めてみんな同じ答えを書いた人が多ければ多いほど得点だったら、レナ知ってるよ。知らないゲームでしたよ。説明してほしいですわね。まずね、親がお題目を決めるんだよ。例えばデザートっていうお題目。さとこはデザートって言われたら真っ先に何を思いつくかな。例えばプリンとか。オッケー。だったらさとこは手元のメモにプリンって書くわけ。で答えを公開し合う。で、プリンって書いた人が2人以上いれば得点。いればいるほど高得点だから、全員が同じ答えだったら最大5点入るわけ。つまり、みんなと同じ答えになるように考えるのがコツなのです。
回だけ練習をしてみましょうです。 OK。 親は部長である私でいいよね。お題もこう何か適当に。じゃあ一回だけ練習せんね。最初のお題目はかき氷。かき氷って言ったら決まってるよね。みんな書いた？じゃあ一斉に公開するよ。一、せーの、せ。いちごんとき。イチゴなんてスタンダードなつまんねえの選ぶ。おいレナ、かき氷でイチゴなんか頼むかよ。夏祭りで一番早く売り切れるのはメロンって決まってるんだぜ。レナもメロン味は好き。でもやっぱりイチゴ味だよね。よね。ケイちゃん、確かに私も選ぶならメロンだけどね。これは連想ゲームだよ。かき氷って言ったらまず人はイチゴでしょ。宇治金時です。たまらない美味しさなのですよ。さとこ、これで大体わかったかな。いちごって書いた人は仲間が3人いるから3点獲得。この調子で点を競っていくわけ。わかりましたわ。それよりミオさん、今日の罰ゲームは何にしま、はぁ、やっぱりあるんだね。何かな、何かな。何にしようかね。ケイちゃん、何か提案ある？え、罰ゲーム？そうだな、小学校の頃罰ゲーム、やっぱりあれだよな。そう、荷物持ちだ。つまり負けた人が全員の荷物を持た、男子がよくやってる。全身ランドセルだらけにして歩いてる小学生よく見るし。でもどうするの？さとこちゃんとりかちゃんのお家は私たちと。じゃあ1位の荷物をビリが家まで運んであげる。全員の荷物の宅配だと結構いい距離になっちゃうしね。あ、うん。それくらいならいいかもね。なん、この程度の罰ゲームではケイチさんにやらせても面白くありませんわ。じゃあもうちょっとレベルアップしようかね。ただ荷物運びをするだけじゃなく、じゃあこれを着て荷物運びをしてもらうというのはどうかな。なな、なぜにメイド服？そこは抜かりないよ。
ケイちゃん用にちゃんと XL サイズも用意してあるもんね。さあ、ケイちゃん、覚悟はいい？メイドコスさせて、外を練り歩かせてあげるよ。カチューシャからそりゃもう何から何まで、全部揃ってるんだからね。絶対変だ！なんでそんなものがサイズごとに全部ロッカーに入ってるんだよ！やっぱり普通の荷物持ちにしようよ。ほら、ケイチくんも固まっちゃってるし。レナ、罰ゲームが何かが問題じゃない。勝てばいいのさ。そうだろ、みんな。お、ケイちゃん、分かってきたね。どんな罰ゲームでも恐れない。勝てばいいんだから。だよな、みんな。えい、えい。あおいおい、レナ、これ、かなりのビッグチャンスだぜ。メイド服のリカちゃんはサトコをお持ち帰りできる、史上最高、最強のチャンスなんだぞ。はぁ、お持ち帰り？別に、ケイチ君でもミーちゃんでもいいんだよ、はぁ。よし、全員覚悟は決まったね。じゃあメモの用意。第1問いくよ。まず最初のお題目は夏休み。私がおる。よっしゃ、2点獲得。でも、さとこ
ちゃんの花火ってのも、リカちゃんの蚊取り線香ってのも、季語みたい。どの答えも、実に涼やかなのです。夏休みまでもうすぐだね。今年の夏はどうやって過ごすかな。ところで圭一さんの早く見せなさい。あ、俺のは大した答えじゃ。ダメダメ、見せるのがルールなんだから。あ、やめろよ。見るな。圭一くんの夏休みって楽しくなかったんだね。大丈夫ですよ。今年の夏はみんなで過ごし、圭一を一人ぼっちにはしませんですよ。ケイちゃんの夏休み、灰色だったんだね。うわー、そんな哀れみの目で俺を見るんじゃねー。まあ、とにかく、あと、続けていくよ。次は、魚。いいかみんな、今度は俺から公開するぜ。いっせーの、せん。そうだよね、お魚ってお寿司は美味しいもんね。うわー、そんな道場っぽく言うな。じゃあ残る全員も公開。いっせーの、イルカ、クジラ、水族館、水族館。リカと同じ答えですわね。